はい、ロマサガ2実況を続きやっていきたいと思います。次は何をしようかなんですけど、どうしましょうかね。ちょっとぬ、こっちに行きますか。ティファール、宝石鉱山からは宝石がたくさん取れるぞと。宝石鉱山でお金をいっぱい手に入れる？宝石鉱山をクリアしようかな。どうしようかな、なんですよね。ちょっとレベルがね、あ、ちょっと話しかけられない。宝石鉱山まだそうだ、いっぱいあるんですよね。確かね、なかなかきついかったような気もしないでもない。どうしようかな。この上は武器屋さんか。武器屋さんは特に何もないかな。話しかけてもな。あ、ここさっき入った。ここさっき入りましたね。武器屋さん。武器屋何かあった？売るものがない。そっか、売るものがないか。どうしようかな。宝石鉱山行ってみますか。あ、ちょっと一旦戻ります。コテ？武器開発されてないかな。武器じゃないや。コテね、コテ。防具。できてないかな。あ、ガントレット。はいよ。武器全然開発しないじゃん。いや、ちょっと、武器が欲しい。ガントレットって何でしたっけ？あ、強い。あ、違う、間違った。どうしようかな。ガントレット強いですけど、ジェラールはね、ソーモンの指輪、基本的に装備してた方が良かったような気がするんですよね。ベア、ベアはクリスナイフって何だったっけ。川のスネーク、フォーメイト4、ナックルカバー4。ゼリムズに装備させておきますか。とりあえずガントレットはね。さて、どうしようかな。どうしようかなですね、これ。あ、そっか。ここなんかあったかな、そう思う。クジンシーから解放されたから、こっち行けるんだったっけ。あ、行けないか。ここ。ここね、なんだっけ名前。ヒラガ三世。うん。ここ今のところ何もなかったような気がするな。レザーガード。レザーガード。あんまないっすよね。戻りましょう。じゃあ、とりあえずどうしようかな。運河要塞でまだキャットが待っているんですよ。ただまだちょっとなぁ、クリアできないような気がするんですよね。宝石鉱山クリアしていきましょう。よし。ここね、ちょっとぐだる可能性があるんですよね、かなり。でもまあ、しょうがないと。ああ。ちょっとね、黙る可能性がある。あ、ゴブリンソードじゃなくて。黙る可能性があるんですけど、ね、ずっと喋ってるのもなかなか、実況って難しいですよね。ずっと喋ってんのって。うん。しかもこういうね、なんでしょう。RPG。ポチポチ押していくだけみたいなので、ずっと話すのって割と難しかったりしますよね。うん、レベルめっちゃ上がりましたね。よし。急
90万くらいですかね。とりあえずここクリアはしたいですね。うわぁ、パイソン、すごいですね。今、縦でガードしたのにすごい食らった。このヘビのやつ、攻撃力エグいっすね。基本攻撃なんですよね。何か技を覚えてほしいから。でもこんな雑魚に対してあまり技を覚え、ひらめかないっすよね。陣形これ大丈夫。インペリアルクロスになってるよね。陣形乱されているだけですよね。これね、大幅にグダる可能性はあるんで、そこだけごめんなさいですね。ここ、こういうとこね。あ、はいはいはい。ほらな。ほらねーですねー。ナイトボール。罠がねー、大変なんですよ、ここ。罠に落ちるとこうやって、すごいね、ロスするわけですよね。これ避けるのはほぼ無理ですからね。ナイトボール。なんか術ばっか使ってますね。術ってどうやって覚えるんだっけ？ああ、なんか、そうですね。術学校みたいなのを作れたような気がしますね。だから、それまで術っていうのは覚えられないんじゃなかったかな？あ、ディフレクトかな？ディフレクトを、そんなに使えなかったような。パディですよね。体験型、体験のパディみたいな。どうだったかな？クリアしちゃダメなんだっけ？先にクリアしたら、宝石なくなっちゃうんでしたっけ？最初に回収しなきゃダメだったんだから。だってから、どうだったかな？覚えてないな。今のね、奥の方に、ボスがいるんですよ。そいつ倒したら楽になったかも。後で回収できるんだったかも。ちょっと覚えてないからちゃんと回収しておきましょうね。怖いんだね。エグザーボ巻き打ちでいいかな。巻き打ちで上のやつ、それなりに強かったような気がするんで。というか、間違って入りましたね、今のとこね。今の上の、ね、パイに、落とし穴があるんですよね。落とし穴を押したら今のパイに落ちてきちゃうと。だから、この上の方の宝石は、よし。いいですね。あ、いいね。あ、いいです。ちょっと慣れてきたかな。ここはね、さっきのゴブリンのところに落ちちゃうところなんですよね。ゴブリン？うん。まあ落ちませんよ。さすがにね。見えてる穴には、見えてる罠には落ちないですよ。さすがに。ああ、ちょっとストップで。はい、続きね、やっていくんですけどね。グダールっすよ。あと、録画もね、結構失敗しちゃうんですけど、まあ、そのまま続けていきたいと思います。うん、すごくね、見づらい動画にはなってしまうかもしれないんですけど、ちょっとそこら辺はごめんなさいですね。まあね。自己満でやっているようなものなんでいいんですよ。本当はね、もうちょっとちゃんとやりたいんですけど、うん、なかなかね、うまいこといかないですよね。難しいですからね。練習みたいなもんですよね、これはね。本当はね、なんかパソコンにつないでやってみたりしたいんですけど、なかなかそんな時間もなくてね。
デタラメや、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 デタラメや。体当たり。スタンしちゃった。やっぱちょっとヘクターってこの段階で仲間にしない方良くないですか？ね、ジェイムズさんが体験使えますからね。ヘクターででも有名ですよね。うん。この時点でヘクター仲間にする人ってあんまりいないんじゃないかな。そんなことないか。割と使いますかね。強いですもんね。なんだかんだ。よっしゃ。くっそ。ライトボール、デタラメや、攻撃、攻撃、攻撃と。ああ、ライトボール。ライトボールが、催眠。怖い。そうか、マンドレイクいましたね。ああ、デタラメアがあまり当たらなかった。でも、起きてくれた。よかった。ああ、危ない。大丈夫でしょ。大丈夫でしょ。いけるでしょ。マンドレイクが3人も。うわあ、最初に倒しておくべきでしたね。まあまあ、クリア。クリアじゃない。倒しましたね。こいつボスだったかな？いや、奥にもボスいたかな？あ、違う、いない。こいつでボスだ。なんとかなるでしょ。ボス音楽ですね。こいつボスなんだ。え、結構強い。あ、結構強いですね。あ、パディしとくべきでした。よし、次パディしましょう。舐めてかかっちゃいけないやつですね。まあまあ、でもさすがに巻き打ちでいいんじゃないかな。ほうほう。いける？いけるでしょ。いける、倒せれば倒せると思います。ただ、ベアさんは死ぬかも。あ、いけた。いいっすね。こうやってね、何でしょう、ハマることってあんまないっすよね。こんなに役立つ時ってそんなな、あ、あ、あ、大丈夫か。大丈夫ですね。ああ、いいね。いいっすね。やったー。え？奥の宝石は取れないんだっけ？うん、ふぅ。あ、なんだ。今の向きを見ました。アプリのね、追加要素なんですよね。まあ、ということで、宝石鉱山クリアしたんで、これくらいで終了したいと思います。では、ここまで見てくださってありがとうございました。次は、運河要塞かな。行ってみたいと思います。では、失礼します。